はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、チャイコフスキー交響曲第3番、今日から第2楽章の解説に入ります。この第2楽章はワルツの形式で書かれていまして、交響曲第5番といいますと第3楽章に相当する楽章になっています。ベースパートは全体を通じて難しい箇所は少ないんですけれども、特にトリオの3連符のポジション取りがポイントになっていますので、そこを重点に置きながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭からトリオ手前82小節目までを解説していきます。冒頭はアレグロモデラート4分の3拍子で始まります。で、最初はピチカートになっています。平均的なテンポでいきますと、今4小節間弾いたんですけども、これぐらいというふうに考えていただきたいと思います。で、指揮者も四分音符単位で3拍子で振る場合もあったり、1小節単位で大きな1つ振りで振る場合もありますので、状況に応じてテンポを把握していただきたいと思います。ここから36小節目まで全てピチカートになっています。もうポジションはもうお好みで取っていただいて構いませんが、まあ、C で上げるのであれば22小節目、ここはフィスで D になってますので、ここを D 線1本で取る場合は D を開放で取って D を押さえて取っていただいても構いませんし、あるいは D、D 両方とも押さえるのであれば、同じ第2ポジションのままでフィスを2、 D と D は両方とも押さえて4、4、このように取っていただいても構いません。30小節目も同様になりますので、どちらかを選択していただきたいと思います。で、もう一点挙げておきますと、25小節目から2小節間と33小節目から2小節間、このチスでここも合わせ一歩で取りたいのであれば、アを解放で取って、デを押さえて取っていただいても構いませんし、先ほどのフィス、デ、ゲと同様なポジションで、アとデを両方とも押さえて取りたいのであれば、第2ポジションで同じ要領でアとデを A 線とア線と両方押さえて取っていただいても構いません。改めて7小節目から36小節目まで通して演奏します。ここまでこのような形となります。アルコになります。37小節目からの強引ですが、最初の F、B はダウンアップと弾きます。で、メゾフォルテになります39小節目から4小節間のこの S の体の伸ばしなんですけれども、比較的テンポが速ければ1人でもいけますが、それでもかなり難しいので、ここはもう2小節単位で変えるようにしていただいて構いません。次の4小節間も同じですね。カードなんですけれども、ここは第一ポジションでまとめて取るようにしてください。最初のゲを2で、アスを4で、フィスを1と取ればもう全てまとめて取ることができます。ここまでまとめて取ります。その後のアーは解放で取って、 B からハーフポジションでまとめて取ります。最後をまとめて取るようにしてください。続いて62小節目から、まずポジションなんですけれども、ここは2つのパターンを説明します。まず1つは第2ポジションで取る方法。今止まりましたら65小節目までまとめて取ります。で、弦は今 D 線で押さえて取ったんですけれども、解放を使っていただいても構いません。で、ここから第3第4中間ポジションまで跳躍して S を4で取ります。すぐに第2ポジションに戻して、ハーとチェを2、4と取った後、再び第2ポジションのままで、ゲーまでをまとめて取ります。で、最後は S になりますので、ハーフポジションに戻って、最後のゲーを解放。このように取る方法があります。もう一度通していきますと、2つ目が少し変わってるんですけれども、第5ポジションからスタートする方向になります。最初の Z を D 線で4で取ります。で、ここからポジションを変えずに F、B、その後の G をまとめて取ります。 F を A 線で1で、 G を A 線で4で押さえて取ります。もう一度いきますと、
よろしいでしょうか。でその後もポジションは変えずに S、ハ、セになりますので S を1、ハ、セを D 線で2、4とまとめて取ります。でその後も F、B になりますの で1、1と取った後 G もでア線で4で取ります。でその後は S、G になりますので最後は第3ポジションに移って S をア線で2、G を D 線で1、このように取る方法。最初からゆっくり弾きますと、少し変わったポジションになりますが、このように取っていただいても構いません。そしてここまでのボーイングなんですけれども、最初アップから入ってストレートで弓順で弾きましたが、最初ダウンから入る方法もあります。6小節目の S、ハー、ゼをダウン、アップ、アップと弾いて、あとはダウンからの弓順でいく方法があります。このように弾いていただいても構いません。70小節目からのポジションなんですけれども、原則オクターブをまとめて取っていただきたいと思います。最初のゼは第2ポジションになりますので、このゼのオクターブで、その後もゲのオクターブが出てきますので、同じ第2ポジションでこのオクターブをまとめて取っていただきたいと思います。でボーイングはダウンから入ってのストレートで弓順か、逆意味でアップからのストレートで弓順、どちらを使っていただいても構いません。アップからの弓順で通して演奏します。でアップから入った場合は最後もアップで終わる形となります。最後2小節間のボーイングですが、ゲーにアクセントはついてるんですけれども、トリオからのボーイングの兼ね合いがありますので、ここはアップから入って弓順で弾いていただきたいと思います。で、ポジションなんですけれども、第2ポジションで、ゲーを1で取って、アを解放で取っていただいたに、最後の F、B をハーフポジションに戻して取っていただいても構いませんし、あるいは最初からハーフポジションのままで、ゲーを4で取って、その後の8分音符のフレーズの D とアを両方も解放で取っていただいても構いません。その場合はこのように取る形となります。どちらかを選択していただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。この第2楽章4分の3拍子ワルツなので、C社はもう3つで振る場合もありますし、1つで振る場合もあります。このように C 社の解釈によってテンポが大きく変動する楽章になりますので、長いフレーズの替え弓の回数もそれに応じて替え弓をするかしないかを決めていただけたらと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。